私朝それ言ったよ。物々変更になったから私から明日部長にまとめて報告するから。そう、それも全部変更になったの。だからまとめて私が明日部長に説明するから、そのままにしといて。そう、うん、それでいいの。そう、うん、はいはい、それでお願いします。はいはい、よろしく。はいはいはい。はい、もしもし、お疲れ様です。はい、大丈夫です。いや、あ、すいません、今帰ってきたばかりなんで。はい、あ、そうなんですか。え、明日からですか。いや、でも明日会議ありますよね。ズーム、ズームって何ですか。ああ、そうなんですね。あ、明日からいつまでですか。ああ、そうなんですね。わあ、あ、そうなんですね。へえ。ああ、はいはい、すいません。はい、よろしくお願いします。はい、失礼します。諮問委員会のご賛同も得ましたので、特別措置法第32条に基づき緊急事態宣言を発出することといたします。対象となる範囲は関東の1都3県、東京都、神奈川県、千葉県。政府の線引きにより制度の枠組みからこぼれ落ちてしまう中小企業や家庭の苦しい状況をどう受け止め、どう救済していくのか考えるのか、お聞かせください。今回のイベント等の中止、延期等の要請、あるいは夜の街での自粛要請等々によって、その皆さんにとっては何の咎もないにもかかわらず、
ちが作ったの。なかなかでしょ。あ、そうなの。あー、あった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 。うん、届いてる。え、今なんで。ちょっと待ってね。これお母さんが作ったの？うちのより全然すごいんだけど。え、いつ頃送った？あー、一緒だ。あ、そうだよね。